太平洋にて高月は、海上自衛隊の護衛艦。高月型護衛艦の一番艦。艦名は、空高く輝く月すなわち、高月に由来。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。高月は、第二次防衛力整備計画に基づく昭和38年度、計画3000トン型港、通型警備艦。 2304号艦として、石川島張間重工業東京第2工場で1964年10月8日に寄港され、1966年1月7日に浸水、1967年3月15日に収益し、第1護衛隊軍に直轄艦として編入され、呉に配備された。1968年3月27日、 1> 第1護衛隊軍令下に第1護衛隊が、新編され同日付で収益した、菊月と共に編入された。1970年11月から翌年3月30日に、かけて、石川島リマ重工業東京第2工場において、第1回特別修理が実施され、可変振度ソナーを装備すると共に、戦術情報処理装置にはマイナス1を搭載した。 1971年2月1日、第2護衛隊軍に機関として編入され、定警校が佐世保に転席。1974年11月9日に、東京湾で発生した第114丸事件に、対応するため災害派遣されることとなり、11月26日に、護衛艦、春名、もちづき、雪風と共に処分現場に派遣され、 翌27日から28日にかけて、海没処分するための射撃を実施した。1977年、遠洋練習公海に参加。1981年3月27日、第1護衛隊軍に機関として編入され、定携校が横須賀に転籍。1983年3月30日、第4護衛隊軍第1護衛隊に編入。 1984年4月1日より近代化改装を受けており、これは1985年10月31日に完工した。1994年6月から、護衛艦長月、も月、白雪と共に、北米方面に演養練習公海に参加。1995年3月16日、舞鶴地方隊、第二護衛隊に編入され、 提携校が舞鶴に転籍。1997年3月24日、対番号の改正により、第2護衛隊が第24護衛隊に解消。2002年8月16日に除籍された。フラムを実施したとはいえ、慣例は35年5ヶ月に達し、総工程は814,113回り。 総公開時数は65,480時間に及ぶ。ありがとうございます。